富山武道館で古式の型、銃の型などの講習会が高田八段、そして講道館の千石七段、若松六段を招いて行われました。また修行する心を、特に修行する心を一つ持って学ぶの初心に帰って学んでいただけるんです。足を、脚を開いて長く座る、それでこれは基本の動作ね。はい、20センチの前に入ります。膝蹴りをします。はい、そう、右足を引いて、すぐ攻撃に行って逃げるときで上の手首取ります。もう一回逃げるときに両手取ります。左手は腰、肘まで押してきて右左で入る。型は決められた手順通りに行うだけでなく、型の奥にある意味を理解して初めて完成するものです。高田八段ら講師は型の持つ意味などを細かく説明し指導します。もう壁についてしまって、もうこの飛ぶよりそうじゃなくて、このままこの時手を上げる、初めからもう抱え込んでやれ、私の恩師の小谷住之っていう古道館の幹事長、まあ親代わりの人だけども、その先生が、お前ね、若い時はその試合と稽古で己を磨けと、年いったら型で磨けと、で型はやっぱり自然本体が基本ですから、この基本的なもの。五式の型は柔道の創始者加納治五郎師範が柔術の祈祷流の型の中から柔道を学ぶ者にとって研究すべき型として表14本、裏7本の合わせて21本の投げ技で構成されています。これらの投げ技はすべてその昔鎧兜を身につけた武士が戦場において相手と最後の雌雄を決する時の経験をもとに考えられた技です。重い防具を身につけての攻防であるだけに、現代の柔道着だけでの投げ技に比べ動きが遅く素朴な感じもしますが、素朴さの中に理にかなった技の表現がなされています。明治27年に講道館の落成式に加納師範が演じた古式の型を目の当たりにした勝海舟は、無心にして自然の妙に入り、無意にして変化の真を極むと技の素晴らしさに感銘し、加納師範に贈られた名句です。昔は道場の中央で試合をやる、頭なんか下げないと、後ろに下がる前と、必ず道場の真ん中でやると。今膝ついたらポイントになって、膝ついてチャンピオンになるというのと、一本必ず取るという柔道とかけ離れてしまってポイントになってしまったでしょう。一本をきれいに取ると、そして投げられた方も参ったと、勝った方もよし取ったと、それではまたこの次また取り返そうというお互いの友情というものは、今友情はないでしょう。それだから昔の自然本体の柔道に返さなきゃな、指導者の人たちに自然本体の型というものと一緒に勉強、話題やって一緒に勉強して、やっぱり柔道というのは自然本体を基本にしたものだというものを再認識してもらって、そして少しずつやっていく。腰を引いたり頭を下げたりと乱れた姿勢は技の乱れ、型の崩れ。自然体の柔道で技の基本を改めて考えてもらおうと、今年初めて開かれた全日本型競技大会、全国10ブロックの代表が投げの型、銃の型、古式の型を演じます。高田八段の選手の動きを見る目は特別です。
時に優しく、時に鋭く光ります。近い将来開かれるであろう型の世界選手権大会、高田八段はこれからも道場に立ち、日本選手の指導、そして世界各国で講道館柔道を広めます。まあ一口で言って柔道気違いですね。柔道気違い、それで、まあ、今はですね、年を取りましたから、とにかくその人に教えることに情熱を持っている男ですよ。何せ柔道を愛してると。だからそのいわゆる古い方っていうわけじゃないんですけども、鹿野治五郎の講道館柔道というものを愛して、それを守ろうとしている人だろうと思いますね。そうですね、まあ、高田先生の人生っていうのは即柔道ということだと思います。もう頑固なまでに、なんて言うんでしょうね、あの講道館柔道をその今に伝える人だと思います。ただ昔からの講道館の道場のマナーだとか考え方を今の若い人たちにもう何か伝えるっていうと、まあ、おこがましいんだけども、昔から伝わっているしきたりはこなんだなということを分かってもらえば、最後の部分はそんなこと一切思っておりません。治療と同じことを今日やると、それだけの話で。